リリカ同キャラですね。あ、さっき紹介し忘れたけど、グロッキーさんはあれですね、初心者対戦会などを開いていてくださる方ですね。大変みんなのためになるねっていうね。でもなんか聞いたらアルファが大変ひどかったという筐体3台借りたうち2台が片方動かなくなったとか聞いてすごい切ない気持ちになったんだけど。はい、リリカ4人のうち2人がぶつかります。 1P 側がアイゼンリリカ、ピンクの方ですね。はい、2P 側がラーリリカ。はい、光と風。EF コン決めて、あと受け身不能時間が過ぎてしまった。ニュートラルホーミングじゃねえから補正切りコンボに持っていく。いいヘリだがちょっとフィニッシュを見せてしまった。カウンター、拾う、おっと届かない。だが うまくフォローして、フォトンガーキャンで切り返して、お互い突っ込んだところ、勝っていったのはラーリリカだったが、リリカ同士の戦いは結構めんどくさそうですね。まあこのゲームどのキャラも同キャラ戦はめんどくさいんだけど。カウンターヒット、ここはきっちりハリケーンスパイラルにつないで一本取るわ。アイゼンリリカ、ニュートラルホーミングからの動きは激しいですね。ドライブ、これは補正切りか。そして固まったところに小ジャンプからの、だがここはうまくコンボがつながらず、あとジャンプ、ジャンプ、いいカウンターヒット、バースを使っているので抜けられない。さらにゲートが使っていくうまく反撃できる入れられず、バースを使って突っ込む、ジャンプ B 引っ掛けて、ハリケーンスパイラル、さらにゲート。はい、勝ったのはアイゼンリリカ。はい、次の試合、ミッチェルさん対ヤブログさん。まあまあみんなリリカ好きだよね。まあ俺も好きですけど、スパッツ最高ですけど。余談ながら先ほどですね、私が偽証さんナズナに勝ったら今日の参加費免除してやるよっつって本当に勝っちまいやがったヤブログキャッシーが 1P 側ですはい、風を選択。ミッチェル・クラリーチェは悩んでいる。木のあるかな、森本を選択。はい、ラウンド開始。まずは上から触りに行く、距離を離してガーキャンからミサイル当たって、ミサイル当たってめくりに行く。これはきっちりカードしている。ジャンプイン、ジャンプイン、ジャンプイン、上から差し込んでいって、あとコンボミスが、うまい具合に A グランフィア差し込んで、まあキャサリンはね体でかいんで引っかかっちゃうのはしょうがないです。必要なジャンプイーからのフォーミングキャンセルめくりでダメージを奪っていく。タネを巻いてスッコブがサーチへ当たってきっちりコンボを決めてミサイルを置いていく。さあしかしミッチェル・クラニッチ無理はしない。ガーキャンに引っかかって
ジャンピー、総裁、投げは取らず、投げ出してねえや。ジャンプイン、シーツ目からのホーミングキャンセルの連携だったが、ここはワースト。ジャンプイン、ホーミングキャンセル。ジャンプイン、シーツ目、ホーミングキャンセル。ブレッザー。翻弄されている形のヤブロキャッシー。だが、おっと、ここで天才か。カウンターで立ち絵を当てていく。ファイナルラウンド。カウンターヒット、ポカポカに行くがコンボミス。だがミサイルが待っていた。突進が当たって、何は根性3連発。さらにどうすんの、空投げは使って、さあここからミッチェルさんのターンが始まらなかった。ガーキャンしてしまって引っかかって、勝ったのはヤブログキャッシーと。はい、じゃあ次、エースヨリコ対2号リリカ。いやでも今日参加している皆さんのうち、始めたばっかりの時から見てる人が何人かいますが、みんな上手くなったね。あれ、ヤブログさんが来年投撃出るって言ってるよ。期待しましょう皆さん。はい、開幕でもは飛ばさないのが紳士のたしなみ。ワンピー側、エースヨリコ対ツーピー側、ニゴリリカ。性ヨリコってのもなかなか見ないですけどね、まあ、性的な意味で大変よろしゅうございますが、横でヨリコラブの浅場さんがニヤニヤしてらっしゃいます。いや、ニヤニヤしてるなと思って。このカップリング最高と。はい、さあそんなくだらない雑談をしている間にラウンドを取っているのは2号リリカ。シキリスから攻め込んでお互い吹っ飛ぶ。引っ掛けてうまかったがコンボ最後までいけない。固めつつジャベリン置いてくるが、カウンターで当たって、精度あるかな、防御力は低いです。これは減る。大変痛いコンボが入って、ここでボイスソングか、あとコンボミスが、こちらもコンボミス、あとジャイン当たってバースト。ちょっとコンボミスが目立つお互いだが、三栄対空だが繋がらず、相打ち拾って当たる。はい、勝ったのは2号リリカ。こんな状態で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。はい、次の試合、1回戦最終試合ですね。オシムリリカ対ハラペコゼアンジェ。超腹減ったとか言ってますけど、朝から何も食べてない。お米食べろ。ちなみに、あ、ワンピー側はオシムリリカ、ツーピー側はハラペコゼアンジェ。ちなみにハラペコ勢は2回、これまでで2回中東部杯優勝してます。さあオシムリリカは時計のあるかな。ハラペコ勢アンジェは森本ですね。
固めて固めて突撃カウンターだがコンボミス、カウンター人スクリューから無力で締めていろいろ置いてアーカンベーで逃げる高速ジャンプし突撃、あとコンボミス、スタが当たってエクステンドコンボ、種をまいてさらに種をまいてガンガン崩しに行っていい突撃当たるも、これはもつれて立ち切りうまい、あと試合を有利に進めているのは腹ペコゼアンジェだが、このオシムリリカも一発がある、しかし引っ掛けからエクステンドにつないで一本取るは腹ペコゼ、ジャプシーで突っ込んで一旦下がって種をまく、きっちり下段ガードエクステンドコンボ、種をまいてさらに種をまく空中投げ、あっとしかし落としてしまう、ここから反撃が始まるか、総裁総裁抜けてジャニージャニージャニーシージャニー、かかとが当たってバースト、おっとあてみ、あなたに送る幸せの形、小判こすってる、さらにホームユーキャンセルでつないで種をまく、もう一度種をまいてここはナイトストリームで消していく、あと引っ掛けてこれはつなげていくか、あっとしかしベクトルが良くなかった、プリプ総裁してまだ残っている、ホームインキャンセル、よく見ている、粘り強い吉見ゆりか、あっとしかしここはバースト届かず突っ込んでニュートラルホームインから決めて無料庫連携を決めていくが、しかし時間がやや少なくなってきたぞ、ここで前にぶっ放す、どうすんの、あともつれて残りカウント10を切った、しゃがい当てるバースト、どうするか逃げていくアンジェと思ったら突っ込んできた、はい勝ったのは腹ペコゼアンジェ、はい、ほんじゃ次俺とてっぺさんなんで浅間さんすいませんお願いします、はい、はい、じゃあ次はてっぺフィオーナと打線師ダニエル、